行政指導の来るリスクとか、はいはい、まあ、それに対応するべき、実際に私が刑法法の措置命令を受けてる身なので、注意勧告っていうかご連絡が来た時に、うん、をきちんとプロセスがすごい重要で、 DD とかデューデリとかってどうやったんですか？ちなみに自分でやりました、全部ビジネス、差し支えだけどどういうとこ見るんですか？もちろん BS とか PL とか、まあ、在庫のチェックとかっていうのはちょっと一部会計士さんに外注したりしましたけど、基本的にはまあビジネスのその CPO いくらでどの代理店さんからどういう記事でとか、どういう LTV でとか、まあそういうどういう人員体制でこの人たち何やってるとかっていうのを、どっちかというとその統合した後の自分でイメージ、こうしたらもっとうまくいくようになってイメージをつけるためにも結構そこじっくりヒアリングさせてもらってたって感じですかね。が、伊勢さん、はい、上場企業の CFO もやってたし、ベンチャーキャピタルにおいてから通販の会社の社長と見せかけてファイナンスもできるし、自分で全然できちゃいますもんね。まあ一番ビジネスが多分分かってるんで、うん、で、うんうん、相手の方も納得が多分できると思うんですよね。全然知らない会計士の方とか業界知らない人に、うん、この価格だよって言われてもなんでって多分、うん、皆さん自信持ってやられてると思う。でまあ、そういう中で、まあ、私も無理に安く買うというよりはその中でこうお互いやっぱハッピーなんだと意味がないので、うん、それで落としどころというか、じゃあこれだったらお互いいいよねっていうのを探っていったって感じですかね、デューデリの中で。なるほどなるほど、はい、お金のところもちょっと聞きたいんですけど、はい、買収資金っていうのはどうやって組めるんですか、はい、まあ、多分内部留保の中から買収したのか、銀行借り入れで調達したのか。これは基本的には内部留保から出そうと思ってやってたんですけど、一部2社目の時にたまたま銀行さんがいらっしゃって、バックファイナンスしましょうかってことで、ちょっとその時期に間に合わなかったんですけど、バックファイナンスで出していただきましたね、うんうん、でなんか私思ったんですけど、まあ、MA をこの半年ぐらい考えてもたのが、意外とそのいわゆるメガ銀行、メガバンクか、結構その M&A 資金を出してくれるっていうのがなかなか結構ハードルが高いような印象で、そのバックファイナンスしていただいたのもちょっと大手の地銀の銀行なんですけど、地銀ね、はいはいはい、だからそういう方々の方が結構こういうこう M&A 資金を今の段階だと出していただける可能性が高いのかなとは思うんです。我々上場してたらまた別だと思うんですけど、未上場なんで。それってでも あくまでもその ECH さんの財務状況とかを分かってるから。そうですね、既存の取引先だっていうのはもちろんあったんですけど、その時まあ初めてこういう会社を買いますよっていうお話をさせていただいて、じゃあっていう話になっていくので、取引が全くゼロからできるかって言われると、うん、ちょっと私もそうやったちょっと難しいですよね。ですけど、うん、ただ私のちょっとおすすめで言うと、そういうこう大手の地銀さんと、まあ、何年か経った時に多少こう取引を始めておくと、じゃあ、うん、今やっぱり地銀さんとかも、まあ、M&A に取り組みたいとか仲介したとか、いろんなこう次の柱を見つけたいっていうニーズがあるので、そういうお付き合いをしていくと、じゃあいざっていう時にそういうファイナンスをつけて、いただける可能性が高いのかなと思います。なるほど、分かりました、はいはい、あとね、これもちょっと聞きたいんですよ、はい、通販のプロから見て、はい、こういう通販業者の買収はやめといた方がいいよっていうのと、あとこういう通販業者だったらめちゃくちゃ多分買い手多いと思いますよみたいな、だから見てる通販業者の人もいると思うんですよ、はい、ドキドキですよ今、はい、いやいやいやこれぶっちゃけトークの方がいいと思うんで、本当、そうですね、忖度なく教えてほしいです、はい、私の場合で言うと回収をどの期間でできるかっていうところを見たいので、まあ、ある程度バリエーション的にはこだわっていきたいなと思ってるんですね。要は買収価格ですね。で、ちょっとやりづらいというか、チャレンジしづらいところで言うと、やっぱりこの業界で言うといきなり跳ねたりしていきますよね、売り上げが。そうすると、例えば前期が極端な話、売り上げが1億で3000万の赤字だったのが、今期20億で2億の利益ですっていうのも、全然こう、業界的にはあり得るんですけど、じゃあこの20億で2億、来年じゃあ40億で6億ですみたいなビジネスプランの中で、やっぱりそれだとバリエーション高くなるので、要は今直近で、まあ何が言いたいかって当たっていて、
そこをあまり PR に織り込んで、うん、ここがバリエーションですよって言われる案件はなかなかみんなどこまで続くのかっていうのは正直分かんないので、うん、足を踏むかなと。それよりも安定してるとか若干、うん、下がってきてるの中でテコ入れができる、でもこの価格で折り入れましょうっていう案件の方が皆さんやりやすいのかなと思います。バンドさんが言ってることと一緒だ、似てるかもしれないですね、うん、その期間でいくとどうなんですか、この安定、こう下がってこうとか安定してる期間の最低の期間っていうのはどれくらい必要ですか。でもなんか感覚的には1年ぐらいはなんかこういう PL が分かりやすいよねっていうのは欲しいですよね、うん、すぐねアフィリエーターさんが頑張った時にドカンっていっちゃいますからね。そうなんですよ。そういうのはちょっと評価しづらいっていうところが大きいかもしれない。 M&A っていう観点ではね、確かに分かります、はいうんうん、なるほど、はい、ちなみに、はい、うちの育毛剤の理念はこれを忖度抜きにどう思います、はい、買収側としてちょっと考えた時にこれ リアルトークでお願いします、はい、例えば私のケースで言うと、次じゃあ うちっても女性向けなんでメンズ向けやりたいっていうのは当然企画として上がってるので、今もちょっとメンズ向けの何かの会社さんを M&A したいっていうのがベースでありますけど、ちょっとこれはベースとしてちょっと評価がまず上がるっていうのが一つと、多分育毛剤って多分 LTV が結構長い商材だと思うので、そこも評価の一個かなと。あとはその今やられてるウェブ中心だと思うんですけど、じゃあ次インフォーマーシャルできるねとか、まあ、オフラインの壁できるねとかっていうところにどのぐらいビジネスチャンスがありそうだなっていうところの総合評価だと思うんですけど、まあ、基本的にはリストがあってそれ的には長いっていうんで、評価は多分高い、忖度抜きで多分かなり高い業態だなと思います、うん、なるほど、はい、その際はちょっと一回お声掛けさせてください。ぜひぜひでしょでしょ。なるほどな、そうなんだ、うんうん、石井さん、これも聞きたいんですけど、はい、通販やってたらやっぱ避けて通れないのが、その行政指導の来るリスクとか、はい、それに対応するべきちゃんと対応、はい、当たり前なんですけど法令遵守して事業やっていかなきゃいけないんですけど、うん、意図せぬところで薬機法だったり経評法だったり特殊法だったりに、はい、引っかかるリスクが他の業種もちょっと高いかなと思っていて、はい、その辺どうですかって言いづらいんですけど。いやいや、分かりました。実際に私が2019年の6月6日忘れもしないんですけど、刑法法の措置命令を受けてる身なので、なかなか当人がこういう場で喋るってのはあんまり過去にもないケースかなと思いますけどちょっと言葉を選びながら、言葉選びながらお願いします、はい、まず一つは先ほど島袋さんあったように、誠実に対応するっていうのはこれもう間違いなく第一いいですよね。で、薬機法とか経営法で、まあ、おそらくメールが来たりとか電話が来たりとか手紙が来たりとかっていろんなケースを私も他の会社さん含めて聞いてるんですけど、一つはそういうこう、まあ、注意勧告っていうかご連絡が来た時に、例えばここの LP がこうですよっていうご連絡を来た時に、やっぱりこれを LP をきちんと直してご連絡を返すっていうプロセスがすごい重要で、その返してってご連絡最終的に消費者庁の方がいただけるかどうかって、まあ、あるんですけど、これさっきの M&A の話にもつながってくるんですけど、いろいろこう注意勧告っていうのメールでも簡単に来たりはすることなんですよね、一般的に、うん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 、そうした時に自分の判断だけで直したからこれいいやってなると、例えば M&A を買う時でも、うんあれ本当にこれ解決したのだろうかって、やっぱりデューデリの一個ポイントになってくるんですよね。で、きちんとその過程の中で弁護士さんに相談するとか、いろんな機関に相談してこう直しましたっていうことを ちゃんと残してご報告を返しておくっていう、誠実な対応をきちんとしておかないと、もう売るに売れなくなったりとか、やっぱり次のステップの中で何かあった時にきちんとやってない会社だねっていうふうに思われるので、これはきちんとまず1個目、誠実に対応した方がいいっていうのがポイント1つです。で、ポイント2個目が、まあ、ちょっとこれにも関わってくるんですけど、私も注意をいただいた時に自分で霞が関の消費者庁に出向いて担当の方とお話ししてたんですよね。で、
これちょっと別の方とかお伺いすると、例えばその管理部門の方にましてやそのやってる担当の方に任せて対応してましたっていうと、まあやっぱり社長ってそういうところに逃げちゃダメじゃないですか、経営者って、うん、一番重要なコンプライアンスのところなんで、うん、なぜそういうことが起きて、どういう対応して今会社の体制どうなのかっていうのをやっぱり自分の言葉でお伝えをしていく、きちんと誠実にお伝えをしていくっていうところがやっぱ姿勢としてはものすごい重要だと僕は感じたので、この2つですね、まあ、誠実にってことと確実にこう返していくってことと、経営者自分で対応するっていう、これがすごい大事だと思います。この件に関しては、うんうんうん、そういう時に例えば出向く時って、はい、自分だけで行くんですけど、その担当連れて行くとか、また例えば弁護士連れて行くとか、それはいろんなケースがあっていいと思うんですよ。担当と行くケースもあれば、弁護士の先生連れて行くとかもあれば、うん、まあ、自分一人で行くっていう、社長が行ってるっていうのは、うん、まあ、何より多分重要かなとは思います。なるほどね、確かに確かに、はいはい、行ってないケースは結構聞くとあるんですよね、うん、そうするとやっぱり意図が伝わらなかったりとか、そこでまた質問事項が増えていったりとか、時間かかったりとかってなってくるんで、うん、なるほど、はい、これ通販業者の人めっちゃ勉強になるな、これ。何かあったら DM いただければですよ、ね、思ったんですけど、ファンドとかで通販業者を充電して買収したい場合って、はい、井関さんをアドバイザーに入れた方がいいんじゃないかって結構あって、売る側としてはちょっと嫌だけど、はい、そうですね、めっちゃ知ってるから、なんで出てきたのって、うん、なるかもしれないですけど、いやいや、分かりました。なんか PR とかあります、それこそ経営者が見てる場合多いんで、はい、さっき冒頭お話したように、ちょっとスモールな M&A っていうのを進めてますので、なんかうちのグループに入っていいよっていう方がいらっしゃればご連絡いただきたいのと、やっぱりこの新規獲得っていうのは課題なので、このメディアさんとかインフルエンサーさんでうちの商品を宣伝してもいいよっていらっしゃれば、ちょっと DM とかいただけるとありがたいです、うん、なるほどなるほど。スモールってどれくらいなんですか？なんか伊関さんのスモールとなんか皆さんのスモールちょっとなんか違うかもしれないじゃないですか、まあ、年商でどれくらいとか買い何年ぐらいとか、ね、買収金額でいうとやっぱり3億円未満っていうところですかね。結構でかいですよそれ、うん、ただ本当は数千万っていうところが一番、うん、今回も2つとも数千万、1億未満の案件だったので、それぐらいが一番やりやすいというか統合もしやすいです。どういう人がいいんですかね、今だとやっぱこっちを撤退する D2C も多いじゃないですか、はい、そういう案件でもいいのか、はい、あ、ちょっともう広告発砲下がりだね、自分たちの力ではみたいな、資金力もちょっと、ね、もうこれ以上投資できないしとか、なんかいろんな案件あると思うんですけど、はい、どういうのがスコープに入ってくるんですか？そうですね、さっきの撤退を見据えてるっていう形でも、いいですし、ただちょっとできないのはやっぱり立ち上げて間もなくてとか、いろんなことやったけど、うん、やっぱり何も取れなかったんで在庫もあるんで買ってくださいって言われるとなかなか厳しくて、うん、っていうのはやっぱり定義のリストだったりとか、うん、ある程度のこう実績というか過去の実績、それが何年前でもいいんですけど、うん、そういう実績があった方がリカバリーをしやすいので、本当にゼロイチで立ち上げていくってことになると、まあ、自社でやってるのとあんまり変わらなくなってしまうので、確かに確かに、はい、まあ、ゼロイチ一回やって上がったけど落ちてるとか、もうゼロイチの段階で次ちょっと広告を踏まないとダメだけど、なかなかその資金が足りないから一緒にっていうケース、うん、どちらでも構わないんですけど、そういうケースの方がありがたいですね。大体まあ月商で1000万以上っていう、まあ、単価によるかもしれないですけど、ね、はい、どれくらいからちょっと加減というか、そうですね、本当月商500万とかやるとなかなか、まあ、テコ入れのが難しいので、やっぱり1000万以上ある会社さんの方がありがたいですね、加減で言うと。加減で言うとね、はい、うん、分かりました。じゃあぜひ井関さんのグループに入りたい、譲渡したいっていう方だったらご連絡と、井関さんのところの会社ライバル貼ってますんで、ちょっと伸ばせそうだなっていうような、代理店めっちゃ営業来るんじゃないですか、はい、これありがたいですね、はい、個人の方でもいいですし、インフルエンサーの方でもいいし、はい、なんか一緒にできるとかで、やっぱり私が接点持たせていただく、もう一個あるとすると、やっぱり D2C の業界長いので、まあ、今インフルエンサーとか代理店やってるけど、将来 D2C やりたいっていう方がいらっしゃれば、案件一緒にやりながら、じゃあ私が D2C に関していろいろノウハウとか取引先とかっていうのをご紹介しますっていうお付き合いもできるので、なんか単発のお付き合いっていうよりもできれば長いお付き合いができると嬉しいなといつも思ってます、うん、これはもう井関さんサロン入っていただきたいです。
あ、そこにも入りたいなと思ってます。はい、あ、本当ですか。ありがとうございます。はい、出演者をメインでちょっとあのリクルーティングさせていただいて、あとその中で IPO と M&A をこう、まあ、勉強していくっていうサロンなんで、ちょっと伊集院さん、ぜひそこもお願いします。多分両方喋れるんで。あ、そうですか。M&A も、はい。ありがとうございます。はい。じゃあ皆さん、あの参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録マストでお願いします。じゃあまた M&A バンクでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。プレミアとか、うん、INE とか、うん、ツイッターとかもつぶやいてるんですけど、なんでこの人たち MA 全然しないんだろうって、すごい不思議なんですよ。J フロントってむちゃくちゃ知ってるんですけど、01のブランド立ち上げって、もうすっげえ難易度高いじゃないですか。高い。リフトあっても、うん。もっと大手企業が M&A を積極的にやるべきだと思いますね。もっと日本もそういうのがどんどん起きてもいいなとは思いますけど、今多分ユーグレナさんと、J フロンティアさんぐらいしかそうっすねやってないんですけど、うん、もうそうするとノウハウもある人もあるリストもあるっていう状況で、じゃあそのブランドリブランディングしてもいいし、なんかやっぱり流通やってるとこだとその流通に乗せられるから、私昔あの P&G の人とお話しさせていただいたことがあって、 P&G の海外のレビューと MA ってほとんど失敗しないらしくて、なぜかというと店舗が例えばターゲットとかいろいろあるじゃないですか、あのアメリカ の, あの小売店、あそこに P&G がこう輸送してるんですよね商品を、それに1個乗せちゃえばいいだけだから、流通コストもかかんないし、棚も分けてもらって売れればいいから、それなんか大手の会社さんが、まあ、D2C 買ってバッて広げていくってそんなに難しいことじゃないし、すごい見えやすいんじゃないかなと思ってるんですけど、伊関さんが顧問に入ればいいんですよいやいやいや、そんなおこがましです、まあ、ありがとうございます。今 D2C プレイヤーの皆さん、なかなかやっぱ苦戦してるところ多いじゃないですか。昨年の6月に薬機法が改正されて、その中で評価される D2C と評価されない D2C ってもう二極化してるような気がしてて、やっぱり評価されにくい会社が多いなっていう感じにもなってますよね。 D2C の会社が M&A するにあたって重要なポイントが3つあります。方が評価されるってことなんですね。適正なとデータで把握して管理できているかっていうことがこれ超重要になります。で、売上トップラインと利益を作っていくっていうことが重要になってきます。